サミュエル・コルトサミュエル・コルトは、アメリカ合衆国の発明家及び工場経営者で、ある、コルト特許武器製造会社を創設し、リボルバー拳銃を普及させたことで広く知られている。コルトの発明による産業への貢献は、武器歴史家のジェームズ・イ、e、ー・サーブンによって、アメリカの武器の運命を作り上げたと表現された。サミュエル・コルトの父親、クリストファー・コルトは、 アメリカ合衆国コネチカット州の農夫であり転職して実業界に入った時に家族ごとハートフォードに転居した母親のサラコールドエルはコルトが7歳になる前に死んだコルトは8人兄弟で男が5人女が3人だった姉妹のうち2人は子供の間に死にもう1人は後に自殺したしかしコルトの兄弟はコルトの職業に 意味のある役割を果たした。コルトの父親はコルトが11歳の時に再婚し、その時からママ母のオリーブサージェントに育てられた。コルトは若い時期に乗馬用拳銃を手に入れており、それに魅惑されたことが生涯の職業に導くことになった。コルトは11歳でグラストンベリーの農場に年季暴行に出され、そこで雑用をしながら学校に通った。 クラストンベリーでは、聖書の勉強の代わりに読んだ、科学系の辞典である知識の対応に影響された。この辞典には、ロバート・フルトンや火薬に関する記事が載っており、どちらも若い少年に動機とアイデアを与えた。コルトはその雑用の一つで買い物に行っている時に二重重心のライフルの成功について、軍人の話を漏れ聞き、さらに後、6度続けて発射できる銃の可能性についても、 聞いたと伝えられている。知識の対応を読むと、フルトンや他の数人の発明家が、それまで不可能と思われていたことを成し遂げたことを知り、自分でも発明家になって不可能な銃を作ることに決めた。1829年、コルトはマサチューセッツ州ウェアにあった父親の繊維工場で働き始め、そこで工具や素材及び工場労働者の専門技能に触れた。コルトは、 以前に、時点で得たアイディアと、技術知識を使って、自家製の電気式火薬電池を作り、ウェア湖で爆発させた。1832年、父親の指示で、海の交易を覚えるために船に乗った。コロ号で、ボストンから船出したコルトは、カルカッタへ宣教のために向かう宣教師に仕えた。コルトは、リボルバー拳銃の概念は、この航海の間に、 船の動輪を観察したことから生まれたと後に語った。動輪がどっちの方向に回転しようとそれぞれのスポークが常にクラッチと噛み合うように線で接することを見つけ、リボルバーの考えがまとまった。コルトは1832年にアメリカに戻ると父親の工場でまた働き始めた。クリストファー・コルトは2丁の拳銃の製造に必要な資金を提供したが、 彼は息子のアイディアが愚かなものと信じていたので、賃金の安い機械工のみを雇った。そうしてできた拳銃の品質はお粗末であり、一丁は弾丸を発射すると爆発し、もう一丁は弾が全く出てこなかった。この同じ時期に、コルトは工場の科学者からアサンカチソについて学んだ。まもなく移動実験室を持ってアメリカやカナダを回り、 小気ガスの実演を行うことで生活の死を稼いだ。この期間、ボルチモア出身の適切な絨毯屋を使って銃作りの手配もした。1832年、18歳で、コルトはそのリボルバーの特許を申請し、雛形を持って戻ると宣言した。1835年、コルトは EH コリアの足跡をたどって、イギリスに渡り、最初の特許を取得した。この時、 銃の製造者やイギリスの役人はその銃に欠陥を見つけられなかったので特許の付与を躊躇していた。コルトは次にフランスに渡ってその発明の販売促進を行った。2007年発行の字の魂によれば、コルトはアメリカ合衆国とフランスの間に起こりつつあった紛争に気づいた。コルトの愛国的な待望は祖国に仕えることであり、船で戻ることにしたが、そのキロで イギリスが中に入って調停したことを知った。祖国に仕えたいというコルトの待望はそれを表す。前についえてしまった。コルトがニュージャージー州パターソンで武器を作ることを決めたのは、この出来事の時と考えられている。コルトは家に戻るとすぐに、ワシントン DC に急行し、1836年2月25日に、後にダイエックス9430号とされた。 リボルバー拳銃で特許を取得した。この機械と1839年8月29日付特許。第1304号は、コルトのパターソンピストルと名付けた回転式後装填折り返し引き金武器の基本原理を保護した。コルトは1836年4月に、ニューヨーク州とニュージャージー州の投資を集めて、株式会社を設立した。 投資家の政治的なコネを使ってその会社は3月5日にニュージャージー州議会の認可を得た。社名はコルト特許武器製造会社とした。コルトは銃が売れるごとに自分の特許権に応じて特許使用権料を受け取ることとし、もし会社が解散した場合は特許権が自分に戻されるという契約にした。この最初の実使用リボルバーと最初の連続発射火器は パーカッション式の技術を集約することで可能となった。これは後に工業や文化の遺産につながる始まりであり、軍事工学の発展に計り知れない光景を果たした。皮肉なことに、後に革新的な改良を行った銃の名前がピースメーカーだったことは象徴的である。コルトは自分の設計したものが EH コリアの回転式。 フリントロック銃の単なる実用化であったので、リボルバーを発明したとは言わなかった。EH コリアーの発明はイギリスで特許を取得しており、そこでは大きな評価があった。コルトにとって幸運なことに、ダーリング兄弟に2ヶ月近く先行して特許を確保できていた。コルトは互換性のある部品の製作に大きな貢献を果たした。当時の銃は手作りで高価だった。しかし、 いくつかの部品はすでに機械で作られていたので、コルトはすべての部品が機械で作ることと、部品に互換性を持たせることを望んだ。彼の目標は製造ラインであった。父親に宛てた手紙で、コルトは最初の作業者は最も重要な部品の2、3を受け持った。コルトはこの互換性を得るために、新しい機械の予算を会社の所有者に掛け合ったが、 説得するのに難重したので、路上での工業に戻った。雑貨屋で人々に銃を実演するのはうまくいかず、いとこから借金をして、ワシントン DC に行きアンドリュー・ジャクソン大統領に掛け合った。ジャクソンはコルトの銃を認め、ジャクソンが認めたという文章を書いた。この承認を得たコルトは、アメリカ合衆国議会を通じて、軍隊での実演の機会を得たが、 その武器を買うという予算まではつかなかった。サウスカロライナ州が50兆、内市75兆を買うという約束をしたが、会社が製造を迅速に始めなかったので失敗した。コルトがリボルバーを売る時に何度も直面した問題は、1808年の修病法の規定を変えることができなかったことだった。修病法の下で購入される武器は、アメリカ合衆国で現に使われているものに限られていた。 還元すれば、周兵はアメリカ国軍に使われていない武器を購入する予算をつけることが公式には許されていなかった。マーティン・ワン・ビューレンが大統領になると続いて起こった経済危機で会社は破産した。しかし会社はフロリダで起こったセミノール戦争で救われた。この時、初めてリボルバー拳銃とリボルバーマスケット重量法ともに販売できた。フロリダの兵士は 新しい武器を愛用したが、また一つの問題が持ち上がった。通常とは異なる、激鉄内蔵型の設計があり、当時の常識を60年ぐらい先行していた。当時としては激鉄を外付けした銃に慣れた兵士に、訓練するのが難しく、多くの好奇心の強い兵士がロックを取ってしまった。このことは、部品の破損につながり、ネジ山がそげて、弾詰まりを起こした。 コルトはすぐに設計をやり直し、激鉄を外付けにした。1843年遅く、修病法や、その他多くの障害を経験し、フロリダに渡した拳銃の支払いも失われて、パターソンの工場は閉鎖された。コルトは長く製造を止めているつもりはなかった。それから間もなく、水中電気起爆装置の売り込みをやっている時に、サミュエル・モールスと出会った。二人は、 友人となり、政府からの出資を働きかけた。コルトの考案した、耐水性ケーブルが、モールスの考えていた湖や川あるいは湾を通す、電信線に有効と分かり、特に、大西洋を渡す新しい海底ケーブルを付設する、時に共同で行った。1841年も終わり近い頃に、イギリスとの関係が緊張していたこともあり、議会からの良さも得てコルトは、 アメリカ政府にその水中嫌いを説明し始めた。1842年、一隻の船を破壊することに成功したので、海軍とジョン・タイラー大統領の満足を得ることができた。しかし、個人的にコルトを嫌っていたマサチューセッツ終戦室のジョン・クイーン・シー・アダムズ・会員議員がその計画を止めさせてしまった。コルトは続いて、耐水性電信ケーブルの製造に集中した。この事業は、 モールスの発明で活気つくと信じていた。コルトはケーブルで1マイルあたり50ドルを売り上げた。このケーブルをもっと広い市場に出すために、電信会社への売り込みも始めた。1847年の米国戦争で、コルトはアメリカ合衆国政府及びサム・ウォーカー大員とテキサス・レンジャーズから船長のリボルバーの注文を受けた。ウォーカーは以前にコルトが生産した最初のリボルバーを手に入れていた。 この注文で、コルトはその事業を再度立ち上げることができた。この時には、工場や雛形もなかったので、すでに銃を作る事業を始めていた、イーライ・ホイットニー・ジュニアの助けを借りた。コルトとウォーカー隊は、新しい改良型のモデルを作り上げた。ホイットニーが、最初の船長と追加注文のあった船長を生産し、コルトは1丁につき10ドルの利益を取った。後に、 ハートフォードでコルト柿製造会社を作った。コルトの回転重備拳銃は大変な人気を呼び、コルトという言葉が時にはリボルバーを指す一般名詞になった。ゴールドラッシュと西部への拡大によって、コルトの事業は拡張を呈した。ハートフォードの工場は絶え間ない拡張を強いられた。コルトはその特許権について、初期の頃は利益を上げられなかったので、権利期間の延長が認められた。 あとは誰かがその特許権に抵触するのを待って訴訟を起こした。訴訟にも勝ってライバル会社が製造した拳銃の特許権料を受け取り、その会社が製造を中止するように追い込んだ。実質的な独占を果たし、国際的緊張関係のために需要が高い、ヨーロッパにも売り込んだ。それぞれの国で、他の国がコルトの拳銃を装備しているといえば、 遅れることを恐れる多くの国々から大きな注文を得ることができた。コルトはコネチカット側のほとりに広大な土地を買い、さらに大きな工場、アームズミアと名付けたマナーハウス及び作業員の宿舎を建てた。従業員には1日10時間労働を定め、工場の中に洗濯場を設け、昼食休憩は1時間を義務付け、さらに従業員がゲームや新聞及び議論を楽しむクラブ、 チャーターオークホールを建てた。こうしてコルトは従業員の福利厚生に関しては、尖閣的な雇用主となった。コルトは事業では完全な成功を収めたので、個人の生活も楽しもうと思った。1856年6月5日、コルトはハートホードからすぐ川下に住んでいたウィリアム・ジャービス、牧師の娘、エリザベス・ジャービスと結婚した。南北戦争では、コルトは 莫大な利益を上げ、これを社会還元すべく、コルトは死費を投じて、1861年に戦場の自社製リボルビングライフルを政府へ提供。これを装備するコカジネット第一コルトリボルビングライフル連隊を組織して、自らも大佐の階級を得て戦場へ立つつもりであったが、その矢先に、通風、炎症性、リ待ちマチ、 動脈炎の併合症にかかって1862年1月10日に死亡した。コルトが病死したとき、彼の資産は1、500万ドルあると見積もられた。これを妻と息子に残し、工場の責任者は、規定のリチャード・ジャービスに任せた。ありがとうございます。